洞穴学とは、ホラーなやカルスト地形の成り立ち、構造、物理的特性、歴史、生命形態、境地変化などを科学的に研究するものである。洞窟学とも言う、スピーリアラジーという用語は、趣味的なホラーな探検を指すこともあるが、その場合には、より適切な用語として、ケービングがある。洞穴学は、化学、生物学、地質学、地形学、気象学、 地図学、水門学、古生物学、考古学といった知識を統合して、ホラー穴などを複雑な形として、特性を明らかにする、学際領域である。洞穴学の発展は、スポーツや探検としてのケービングの発展と密接に関連している。実際、ケービングと洞穴学の実地調査の手法は、基本的には同じである。用語としてのホラー穴と洞窟は、洞窟の方が、 やや多用される感もあるが、特にこだわられない。本校では、固有名詞を除いて、ホラー穴で統一した、秋吉代の小入道19世紀中盤以前、ホラー穴の科学的価値は単に他の科学分野に何らかの貢献をするだけのものと考えられており、ホラー穴の研究は、地理学、地質学、考古学といった大きな分野の一部とされていた、凍結学の父と呼ばれる、 フランスのエドワード・アルフレッド・マーテル以前には、ホラー穴に注目した研究は、非常に稀であった。マーテルは、ホラー穴の調査研究を幅広く行い、凍結学の概念を確立させた。1895年、マーテルは、世界初の凍結学の組織として、ソシエテ・デスピー・リアロッジを設立した。日本では、1975年に、日本洞窟学会が発足し、 1995年に日本ケービング協会と日本洞窟協会を合わせて今に至っている。日本洞窟学会には洞窟学雑誌の編集委員会をはじめ、洞窟測量、記録、洞窟救助、ホームページ編集、大会記録、ケービングジャーナル編集の6委員会がある。ケービング組織としては秋吉台において山口ケービングクラブが1962年から 活動を続けている。カルスト地形を参照、小乳洞を参照、洞窟を参照洞穴を流れる。地下水は流路の形状や降雨に対する応答性など、かなりの点において地表を流れる川の性質と類似したところが多く、地下側と表現される。地下水系の調査地下に流れ込む川の水がどこに流れ出るのか、昔から人々は興味を持ち、 もみ殻を上流のポノールに流し込んだりした。洞結系の全体像の解明や形成発達史を研究するためには地下水流のつながりを明らかにすることが重要で、近代に科学的な調査が行われるようになってからは、食塩を投入して電気伝導度の変化を調べたり、染料による水の着色が行われるようになった。着色した日陰のカズラライコポディウムの方詞も有効な。 結果を示した。今では、フルオレス製塩ソだダ、ローダミン、エオシン、蛍光増白剤などの蛍光染料や同位元素を用いた方法など、多様な手法が開発され、精度が格段に高くなっている。日本では、フルオレス製塩ソだダがよく用いられている。通常では検出できない濃度に薄まった川水から、活性炭を使って容易かつ簡易に検出を行うことができる。ただ、 フルオレス製塩素だは、バスクリンなどの抑揚剤に含まれているため、下水道が整備されていない中での調査では、湯水による汚染のバックグラウンドについて、また実施にあたっては、上水道源への混入の可能性など、事前の環境アセスメントが必要になる。二次生成物を参照、洞窟生成物を参照、小乳石を参照洞結から、 しばしば哺乳動物の化石が発見される場合があり、古生物学との関わりがある。これは、特に縦穴が大型動物にとって落とし穴のような役割を果たすためである。特に石灰堂内の地下水は、石灰分に富み、化石骨が風化せず、保存に適しているため、過去に住んでいた生物群を明らかにする重要な資料となる。日本ではこれまでに、栃木県くずう、 広島県大社区大、山口県秋吉大、沖縄県などの石灰堂島から発見された化石の研究が進んでいる。周報道を参照、阿武熊道を参照道内気流や気温、湿度、道内気りなどについて研究が行われる。地中温度は普通マイナス50センチメートルで、気変化がマイナス10メートルで、ネオ変化が消失すると言われるが、 カルストのようなホラー穴地帯ではそれをはるかに超える数倍から数十倍の深奥部まで外気温の影響が見られる。これは洞窟系や割れ目系を通じて外気の流出入や雨水の浸透が激しく起こることによる煙突効果が見られずまた地表水の洞内への浸透が少ない洞窟では地表温度の影響を受けにくい。陶器に氷点下に下がった気流が大量に洞内に 流れ込むような洞窟では、冷たく密度の大きい空気が洞内に滞留し、下記にも洞内の気温が氷点下に維持され、氷による洞内装飾が見られることがある。このような洞窟を氷洞という洞内気流が地表との間の未知の連絡道の探査に応用されることもある。煙突効果が起こることによる洞内気の季節的な二酸化炭素分圧の変化によって、 ホラーな生成物は種として陶器に成長するという研究もある。火山地帯のホラー穴においては、溶岩が時に強い時期を有するために、コンパスによる測量ができない、二酸化炭素などの火山性ガスの対流等に十分、気をつけねばならないなど、通常のホラーな調査とは違った調査、研究の手法や探検技術が求められることがあり、火山道穴学という独立した分野を作っている。 ホラー穴には様々な独自の生物小が存在する。ホラー穴における生態系は様々で地表の生態系と明確に分離していないことも多い。しかし一般にホラー穴が深くなればなるほどその生態系の独自性が強まる。洞結生物を参照洞結環境は以下の3つに分類される。洞結生物は以下の3つに分類される。また、 通常地表に住む者がホラー穴を好むわけでもないのに、何らかの偶然によって、ホラー穴に住む場合もある。中には長期間洞結にいては生きられないものは、測定の技量や方法に依存する。英国洞結調査学会は1960年代に、ホラー穴地図の正確度を6段階に分け、グレード1から、グレード6とし、最も一般的な性格度を、グレード5とした。 このグレード5は手持ちの測定機器を使い、精度が10センチ以下の巻尺を使ったものを指す。凍結地図作成に使われる機器は進化を続けている。コンピュータや完成システム、電子測虚偽などが使われたりしているが、地下での利用を考慮したものは今のところ登場していない。ホラー穴の中心線に沿って連鎖的に測量をしていくと誤差が蓄積されていき。 第2の入り口やループが発見された時などに不一致が見つかる。そのような場合に一貫性を向上させるために測量ソフトウェアが広く利用されている。ホラー穴は調査が進むにつれて新たな発見があり、年月をかけて徐々に認識が深まっていく。そのような状況でホラーな地図を書き上げるのはなかなか困難である。市場の地図は数年ごとに一から書き直されたり、一部だけは 完全だが、他は修正される可能性ありとして描かれたりする。洞穴学者は、考古学者と共同で、地下の遺跡、トンネル、下水道、水道などの調査にあたることがある。例えば、古代ローマの下水道、システムクロアカマキシマなどである。オランダのマーストリヒトには、AD1500 頃から続いた、ドロハイ,イワ採掘行動が、隣国のベルギーにかけて、 高密度、猛状に屈伸されている。甲府たちによって壁面に残された絵や彫像など、その他多くの遺物が発見されている。日本では、宇都宮地方に江戸時代から掘られた大谷石の地下採掘所。1989年には、そのような古い空洞の崩落によって、直径100メートル、深さ30メートルの陥没が起こった。ありがとうございます。